井手丸山古墳は、静岡県沼津市井手丸山地崎にある塩墳である。井手丸山古墳は、左炎の改良工事の際に発見された。復元はされず発掘調査時の状態で残されている。出土した耳輪から、被送者は少なくても3名で1回、内視は2回追送されたと推定されており、追送された場合の築造年代は6世紀中央、追送がされていない場合は、 6世紀末の築造と推定されている。土地の所有者がもともとこの古墳の存在を知っており、再園改良のためのこの土地の工事を考えていた。そのため、1992年3月に沼津市教育委員会と協議をした結果、発掘調査が行われた。当時は、すでに所有者が地表から1メートルほど作兵した状態であったため、森土が薄く、 すぐ石室が検出された。付近から石室の天井石と考えられる石や、裏米石と思われる瓦石が発見された。1965年頃、土地所有者の実定が調査したところ、土器や、斧の、石賊が出土したところから、縄文時代の遺物もあると推測された。1992年3月の試屈で古墳が一気で、あることが確認された。 井出丸山古墳案内看板調査時点で作品を受けていたため、正確な大きさは不明。石室の位置から推測し、墳球は直径15メートルほどと調査報告が上がっている。井出丸山古墳石室井出丸山古墳石室内、横穴式石室があり、は、規模は、下記の通り。天井石は付近に置かれてたが、部分的に石室状に残っている。 入り口には閉塞石が詰められていた。奥壁は2枚の岩を小口に合わせて積み重ねている。側壁は3から4段積まれており、西側がやや広い。石室閉塞部の前方に墓道があり、長さ4メートル、幅1メートルである。石室床石に続くものではなく、石室閉塞部に水平に近い状態であるが、現在では確認することが、 難しい状態である。石室の表面には、縄文時代早期の山形押し型分土器片末期亀破片、黒曜石片が飾られていた。石室の中から以下のものが出土している。6個3セットが出土した。壁玉製2個出土した。水晶製が4個出土した。青、または緑色13個、小玉7点内1点は粉砕、薄玉四点。 丸玉2点出土した。紅白色が1個出土した。2点出土した。所在地関連施設周辺。ありがとうございます。